クロマックス出る杭は打たれんだね。皆さん打ちたいんだったら今のうちですよ。そのうちね、クロマックス打てなくなりますから。はい、どうもクロマックスです。アクティブキャンパスが終わり、宮崎からクリエイターズハウスに帰宅し、昨日はバンディさんのシェル作り外装完成に立ち会いをさせていただいて本日に至る。はい、ということでこちらでございます。今出ておりますカートラジャパン2019、こちらのですね告知をさせていただきますということなんですが、これただの告知じゃないですよ。 YouTube の運営者さん必見でございます。クロワークスのねコアなファンの方だったらわかると思います。裏クロワークスの動画でねお話をした内容の中でいろいろとねちゃちゃが出た内容だったりもするんですが、スグルがお話をさせていただいていた内容はこれから説明させていただきます。下の概要欄にリンクを貼っておくんですけども、簡単に内容を説明します。 YouTuber の皆様へ特別なお知らせということで、これ特別企画 YouTuber× カートラジャパン2019と、カートラジャパン2019を動画配信してキャンピングカー無料レンタル券をゲットということでイベントが行われるようです。実際に YouTuber さんに対して門戸を広げるためにね、メディアとしてカートラさんが YouTuber っていうものを受け入れてメディアとしてね取り扱っていただくためにはどうすればいいのかなっていうのを打ち合わせをさせていただくためにカートラさんのところにお邪魔させていただいたりはしたわけなんですよ。ただね、それがクロマークスと組むとかそんなことは一切ございませんと、クロマークスが提携してるわけでもございませんと。なんでこんな言い訳じみた話をずらずらしてるかっていうと、もう裏黒の動画見てください。もう下のリンクに貼っとくから。ある一定のところにまで基準に達している YouTuber に関してはキャンペーンに参加することができますよっていうことでございます。なんでこんなキャンペーンやってるかっていうと、 YouTuber をメディアとして認めていいのかっていうところが問題として出てきてるわけなんですよ。例えばテレビ、雑誌、新聞とかね、そのあたりって忖度あるとか言いますけど、ある一定のフィルタリングがされた上で安心した情報が皆様のもとに届けられるっていう信頼感はあるわけなんですよね、企業さんから見た場合なんですけど、 YouTuber って個人がね声を大きくできるっていう力を持っただけの人たちでも20万、30万、40万、50万っていうねチャンネル登録者がいるような YouTuber もいる中で、コンプライアンス的な部分も含めてYouTuber って守れんの大丈夫なの、他のメディアと同一視して大丈夫なのっていうところがあるんですよ。だからそういったところも含めて企業さんから見た場合、 YouTube チャンネルを有してる人たち全体にメディアと同じ権限を与えてしまうっていうことに関してはとてもリスクを感じているっていうことなんで、そのリスクの部分をちゃんとね最小限度にした上でメディアとしてね YouTuber に門戸を広げてくれるっていうような動きを今回カートラさんがしてくれました。なんでね、今回クロマックス一切関係ないですから、このカートラジャパンに関しては。最近ねあるんですよ、この YouTube チャンネル運営者さんクロワックスのこと嫌いなんだなっていうような動きをされてる、ね、YouTuber さんも結構多かったりして、出る杭は打たれんだね。ああだから打たれないぐらいねできてしまおうっていうような形で今スグルは動いておりますので、皆さん打ちたいんだったら今のうちですよ。そのうちねクロマックス打てなくなりますから。で、その参加できる人たち人数は20名という風になっておりますと、参加の対象になる方、チャンネル登録者5万人以上の YouTuber の方、もしくはカートラジャパン2019出展者の方からご紹介のある YouTuber の方、企業協賛会社とのタイアップをされている YouTuber の方、この3点どこかに該当する YouTuber の方は今回のこのキャンペーンに参加することができます。で、この特典に関しては9月20日金曜日の午前中に行われるプレスデーの時間帯に無料でご招待していただける。もうねそのプレスデーの後の金曜日の午後から9月の22日幕張メッセで行われているカートラジャパン2019の公開日、ずっと入場無料でご招待していただけるような特典もついています。で、あとはねこの期間中ですね専用ブースを使っていただけますよっていうことで、そこのブースの提供をいただけております。すごくない？カートラジャパンに YouTuber 専用ブースが作ってもらえるっていう状況がこれすごいと思うんですよ。カートラジャパン2019をテーマにした動画の最多再生回数取得 YouTuber 1名様、キャンピングカーを無料レンタルできますよっていう権利もプレゼントしていただけるっていうような形でございます。すぐにね、個人的に専用ブースができたっていうのが嬉しいですかね。お母さん、はい、やったらそこでパソコン作業もできるぞ。それはすごい、うん、ということで、撮影したものをその場で編集して撮って出しっていうような投稿も可能だったりもするだろうし、まあ、スマホでね今まで完結して走り回って休憩する場所なかったんだよね、そういうイベント行ってもね。ないです。なんでそういった休憩しつつ作業ができて、場合によっては視聴者さんと交流できるようなスペースをカートラジャパンのイベント内に設けてくれたっていうのはもうかなり嬉しいことなんですよ。でそういったところも含めて参加する YouTuber さんに関してはね、かなりメリットが出てくるような状況になってくるんでですね、ぜひね申し込みしていただければと思います。
今回はある一定のレベル基準値っていうところがあって参加対象に該当しない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、スグル自身がこうやって YouTube チャンネルやっていて車中泊バンライフっていうところに関してある程度ね企業さんとの関係構築をさせてきていただいた部分もあるんで、公のところにどんどん出たいななんて思ってる人はクロワックスのアクティブキャンパスなんか参加してもらうなり、クロワックス自身のイベントだったりチャンネルに遊びに来てもらうなり LINE アットでね連絡してきてもらうなりして、スグル自身とコミュニケーションちょっと取ってみてください。このねカートラの告知とまた別でスグルにねぜひご相談いただければ何かお力になれることも出てくるかななんていうふうに思ったりします。ただ言っときますよ、今回カートラジャパンさんと提携してるわけじゃないですからね。実際にカートラさんのところに行かせていただいて運営されてる方たちと打ち合わせをさせていただいたり、いろんなヒアリングでね私の方で分かることだったらご教示させていただきますよ、力になれることはさせていただきますよってことで実際に打ち合わせさせてもらったことは確かだけど、クロワックスとカートラが直接組んでるとかねえから、つうかチャンネル登録者7万人ぐらいの小物がどうこうできる問題じゃねえから、他の YouTuber と取りまとめられるわけじゃねえし、事務所入ってるなら事務所の話すればちゃんと通るけど、縦横無尽にやってるね YouTuber なんかねこっちが取りまとめできるわけねえんだから、すぐでも含めて9月の20日から9月の22日まで YouTuber のブースにですねクロワークス優る代表、場合によっては岡さんも連行されるかもしれませんが、多分沙織さんも来てくれるかな、来てくれます、はい、でお会いした方にあのステッカープレゼント、まだね岡さんがミスったねミスプリントのステッカーも残ってたりしますんで500枚ぐらいあります皆さんお遊びに来ていただければですねステッカープレゼントと、いっぱい人がいた場合は長いこと無理かもしれないですけど、せっかくだからそこでちょっとコミュニケーション図りませんかと、ということで今回の動画こちらにね出ているカートラジャパン2019の告知ということで、あくまでもクロワークスがカートラと一緒にじゃないですからね、カートラがクロワークスと組むならうちはやらせていただけませんっていうことで YouTuber さんからなんか脅迫メーターメールがあったようなんですけど、それはね裏黒のリンク貼っておきますので、どんな内容かちょっと見てみてください。そんなクソつまんねえことのね足の引っ張り合いにね巻き込まんでくれ、そんな目線でねクロワークスはやっておりません。これね表でこんだけ言うってことはね本当に俺頭きたんだあれお母さんどうだった？あれですよね、パイの奪い合いじゃなくて、そう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 新しい価値を作るっていうのがそのクロワークスじゃないですか。そう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 、いいこと言ったなお前な、すげえいいこと言った、すげえいいこと言ったそういうことだそういうこと、はい、ということで、あの新しいものをどんどん作っていくっていうねそういう感覚でどんどん動いてるクロワークスなんで、今回はせっかくねお話いろいろさせていただく中でスグルの中で一番嬉しいのはそれに参加できる YouTuber さんが YouTuber のブース使えるっていうことよね。そこは本当嬉しい。ただ一つだけ問題がある、運営の方にと連絡させていただいてクロワークさんが一番最初に申し込みされてましたよってお話をいただきましたが、来ていいよっていうご招待は届いておりませんこれ公平に抽選していただくはずですからね、もしかしたらクロワークスが招待届かないかもしれないから、その場合は裏クロワークスの方でクロワークスはカートラに呼ばれませんでしたっていうそういうそれはそれで皆さん楽しみにしていてください。多分まあ呼んでもらえるとは思うけど、そこはね念押されたから脅迫のメールが届いた後に、あくまでも提携じゃないからと、こういうようなイベントがあるよっていう形で告知動画作ってくれたら嬉しいしと、あくまでも YouTuber にもっと広げるためにアドバイスとかいろんな打ち合わせをしていただいてるだけですよっていう念押しをねカートラさんの方からされてるんで、大丈夫、僕はカートラの回し者ですとか、僕は回し物ですとか魂売るようなね関わり方はクロワークスとしてはしません。しっかりクロワークスとして一本立てるように佐藤さんがいてくれて沙織さんがいてくれて新しい事業体っていうものを作っていこうって動いた中でね、例えばカートラさんと関わらせていただくことが視聴者さんに対してもメリットになるとか、そういうような時にしっかりと手を結ばしていただくっていうだけであって、そういった見方で言えばどこのね YouTuber よりもねクロワークスはですね企業さんから見たら扱いづらい YouTuber なんじゃないかなとただあの本当にいいもの作ってる人とか、ものづくりに対してものすごく誠実な方とか、顧客満足度に対してものすごく誠実な方たちっているんですよ。本当にユーザーの目線に立った商品開発サービス提供っていうことをしてる人たちとはもうね率先して手を組んでいきたい、そういう風にね最近思いました。今回のアクティブキャンパス in 宮崎での反省点なんかも含めてマーケティングする上でのもう根本的な部分ですよね、そういったところもクロワークスとして優る代表として重要な部分っていうのを改めて学ばせていただいたりもしました。そういったところでお力添えいただけるような力を持った人たちがクロワークスに続々と集まってきていただいており、どん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 発展していくようにっていう風にやってるのがクロワークスのコンテンツの核の部分なので、 YouTuber だけど YouTuber として再生回数が伸びればいいなんていうそんなね目先のねところでやってるわけじゃなくて、動画1本作るのに何十万円のお金もらえればいいっていうような形でやってるわけじゃなくて、その先にあるものホームページでね偉そうに語ってる新しい価値を創造するという
そこの部分ね、コミットしてクロワークス迷いがあったり葛藤があったり、お母さんディスってみたりいろいろやってたけど、しっかり前に進んでいけるように動いていこうと、そんなね決意を新たにしてる時に動画を撮ってるんで、言葉が荒かったかもしれませんが、そのあたりご了承くださいと。まあこういうような言葉をすると、大体バッド評価の比率が多くなってコメント欄荒れるんですけど、そのコメント欄で思ったことを皆さん好き勝手書けばいいっすよ。でね、このコメント欄に関してはね、みんなでね、意見のぶつけ合いをしてくれたら面白いと思う。このね告知動画に関してはコメント返しクロワークスしません。ただ全てのコメントはね目通させていただいて、今後のねクロワークスの参考にさせていただいて、お勉強させていただきます。俺も全部配り終わっちゃったんだけど、優待券なんかもあったりとかしてね、皆さんに配ったりもします。去年と比べてかなりね力を入れてやっていくよなんていうことも上の方からも伺っております。このカートラジャパンさんのブースに参加させていただくとまた別で、出店する人たちとの関わりでクロワークスが動かしていただいているものも多々あります。そういったところもね、ご来場された方には紹介したいと思いますし、遠方で参加されない方に関しては動画でね紹介できるような形のレポートも撮影してこれればと思いますんで、楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今回はねカートラジャパン2019の告知、皆さん遊びに来てねっていうのと、 YouTuber さんに門戸が開けましたなんていうことをねお知らせする動画撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。お願いします。 Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともお願いいたします。お願いします。あとね、下の概要欄にカートラジャパンの YouTuber さんのね申し込みページと、カートラジャパンさんと関わらせていただく中で裏黒で起きたトラブル分かるリンクなんても下に貼ってきますんで、そちらの方もね見ていただければと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。裏黒で起きたトラブル、こんなことあったんだぜって見てね、見ていただければと思います。出る杭は打たれっから、だから打たれねえぐらい出すぎてやろうと、出切ってやろうと思っておりますんで、そのあたり皆さんぜひとも応援お願いします。